浪監督、今日からの巨人戦に向けてついに動く。中日立浪監督が走塁指導、新人中地はブルペンで調整、無駄な四球を出さないように。中日は8日から敵地で巨人との3連戦に臨む。今季、東京ドームでは開幕戦に勝って以降7連敗中。7日はバンテリンドーム名古屋で細川ら野手陣が前日の阪神戦で目立った走塁ミスをなくすべく、立浪監督から直接指導を受けながらタッチアップのタイミングを確認した。8日は初の巨人戦となる新人の中地が先発する。この日はブルペンで30球を投げて調整し、アウトをしっかり取って、無駄な四球を出さないように心がけたい。と話した。これもうかっただろ。コーチに指導させよ。なんでこいつ直接指導してるの？1日で意識改革に技術アップできたら苦労せんわ。今日は走塁ミスも四死球も出さへんで、わかってるやろな。巨人は5割安定だから1勝か2勝はできる。散々やった負け確演出やん。巨人は CS かかってるから手を抜いてくれないぞ。これで中地が四球出しまくったら受けるんだが、キャンプでやれ。そろそろ荒木も叩かれ出すのか？シーズン終盤にこんなことやってるの草。立浪のやることって全部裏目に出るから今日は暴走してアウトになりそう。守備連携とかケース別の走塁とか直すの時間かからね。オールスターの時とかにミニキャンプしてやればよかったんじゃね。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。